週末の2日間は不要不急の外出を控えるよう呼びかけています。東京都内では昨日新たに40人の感染が確認され、3日連続で40人以上。赤で示したのは感染経路が分かっていない人です。昨日は感染者が18人。東京都は生活必需品の買い出しや病院に行くことなどが必要な外出だとして自粛を求めています。例えば花見は外出することで見慣れてほしいとしていて、その日でなければできないことかどうかを考えて行動してほしいです。専門家は多くの人が集まる名所などでの花見は必要です。花見の会場の周辺にもリスクがあります。みんなの花見に行って、ここで寒いので皆さんに来てもらったりとか、寒いので中を見るとかみたいなところで、何か問題されたりする、それは非常に危険だと思います。その上で換気の悪い密閉空間、普段密閉する場所、密接した遠距離での会話の3つの密を密接にかけることがあります。東京都内のスーパーです。品切れを防ぐため生鮮食料品の在庫を普段より大きく確保する対応を取って、生鮮食料品を増やしています。満喫の店の店員の方は満喫が来ますので、安心していてもらえます。一方、大阪市も昨日20人の感染が発表。吉村知事は10人、京都はその2人、主要不急の内容を3人用意しています。他にも、神奈川県と埼玉県で大規模接種が始まります。市は、大規模接種が行われている各地の県の様子を聞いています。これから東京の病院に行きます。花見の周辺には大勢の人が訪れますが、東京都は感染リスクを考えて、昨日からこの病院に入った上野市、野田市学校、園内の一部を休校導入する措置を取っています。そして、彼らが関わる人たちが、市内から東京でも、東京湾を応援する状況が、空港の検疫で見つかった人や、チャーター機で帰国した人などを含めて、